こんにちは、タルヤロです。今日は鹿島神宮に来ています。今回初のロケ動画ということでお届けしていきたいと思います。鹿島神宮編スタートです。何が最強なのか、そしてなぜ最強の神社が鹿島にあるのかという本題に入る前に、少し鹿島神宮のご由緒をお話ししておきましょう。茨城県鹿島市にある鹿島神宮は、東京駅から約100キロのところに位置し、紀元前6世紀に創建されたと伝えられている大変古い神社です。この紀元前6世紀とは、日本でいうところの神話の時代、そして日本の始まりとされる神武天皇時代にまで遡ります。もちろん関東で一番古い神社です。その昔、宮中の高千穂に天孫降臨を果たしたとされる神武天皇が王子だった頃、大和と呼ばれる素晴らしい土地があると、高千穂から船で海を渡り、今の奈良県にあたる大和を目指しました。この時、神武天皇に力を与え、さらに豪族たちを従わせ、大和政権を築くきっかけとなったのが、雷と剣、そして武道の神様である武三一氏からいただいた剣とされています。皇室の先祖とされる神武天皇を助けてくださった恩を忘れることのないよう、今も皇室によって四方拝などで拝されるのがこの鹿島神宮です。そのため皇室とも大変関係が深い神社です。実際平安時代には、当時の延喜式神妙帳という全国の神社一覧を記載した本で、3つの神社だけが選ばれた神宮という名前になっています。現在も神宮と名前がつくのは、伊勢神宮をはじめとする日本国内でも限られた神社だけです。確かに皇室と関係が深いのはそうなのですが、鹿島神宮は最強のパワースポットとされています。なぜ最強と言われるのでしょうか。実際に見ていきましょう。境内をくぐると早速見えてくるのが大きな門、これを楼門と言います。この楼門は日本三大楼門の一つに数えられており、高さ約13メートル、重要文化財に指定されています。水戸徳川初代藩主の頼房により奉納されました。現在の姿になったのは昭和40年代と言われています。楼門をくぐると拝殿が見えてきます。ここで武三一氏の右御霊を祀っています。拝殿は令和6年5月まで工事中となっています。拝殿を右手に奥参道を進むと、そこには樹荘という広大な森が広がっています。茨城県の天然記念物に指定されており、奥宮に向かって300メートル伸びています。元は奥宮が本殿だったので、本殿に導く役目の参道でした。奥参道を歩くと鹿苑が左手に見えてきます。この鹿苑は鹿の神である雨の角の神が天照大神の命令を武三一氏に伝えていたことから、現在でも鹿が神の使いとして大切にされています。奈良の春日大社を創建する際にも、鹿島の神様の分霊が鹿の背中に乗せて使わしたと言われています。奈良の鹿のルーツがここにあるというのは少し驚くかもしれません。もちろん鹿島アントラーズもここから来ています。アントラーズとは鹿の枝角のことです。そして奥宮です。徳川家康により関ヶ原の戦いに勝ったお礼に本宮として奉納されましたが、後に移転しております。ここは武三一氏の新玉と呼ばれる荒々しい強いエネルギーを秘めているとされています。そして最も謎めいた存在であるのが要石でしょう。神話時代、この地方は地中に大きなナマズが住み着いていて、地震が頻発していました。そこで鹿島神宮と近くにある香取神宮の神様は、地中深くに石棒を差し込んで大ナマズの頭と尾を貫いたので地震は収まったと言われています。地上に現れているのはほんの一部で、そのほとんどが地中に埋もれているとされ、水戸の徳川光圀公、俗に言う水戸黄門が7日掘らせても全貌が明らかにならなかったという説があります。パワースポットとしてはかなり強力な力を秘めているのではないかと言われています。この地震ナマズの話は、輸送の途中に像になっているほどです。武三一氏がナマズを抑えているのがわかります。みたらし池も忘れてはいけないスポットです。この池は昔は参拝する前にここで禊をしました。現在では年始に200人もの人々が大観の禊を行います。今でも1日に40万リットル以上の湧き水があり、
水の底が一面見渡せるほど澄み渡った池です。湧き水には触ることもできます。しっかり冷たかったです。力強いパワーをいただいた気がします。最強であることは少し伝わったかもしれません。ではなぜ都があった京都から遠く離れた東国にそんな最強の神社があるのでしょうか。その鍵は2つあると言われています。1つ目の鍵が水です。鹿島神宮の周辺は日本で有数の湿地が多い水郷と呼ばれる地帯です。水郷の中心には霞ヶ浦があり、古代は今よりもさらに大きく内海になっていました。この内海と太平洋を結ぶ船の往来によって文化が栄えていました。古代日本においては水があるということは都市の発展にとても重要な役割を果たしていました。鹿島神宮はその出入り口を監視するような形で建てられていたと考えられています。実際水と強く関係する三船祭と呼ばれる祭典が1700年も前から続いています。12年に一度行われる鹿島神宮最大の祭典でもあり、平成26年には3日間かけて行われました。天皇陛下の勅使をお迎えする例祭に始まり、鹿島神宮の祭神武三和氏が香取神宮の祭神である普通主と水上で出会うという内容になっています。2つ目の鍵が社殿の向きです。というのも全国の神社の多くは神社の要である社殿が南を向いて建てられています。一般的に南を向く理由には諸説ありますが、参拝者が北に向かって参拝することになります。北の空にある北極星が天にいる神々の星として考えられていたと言われています。鹿島神宮では社殿は参道の中ほどにあり、北に向いて建てられています。これは参拝する方の向きというよりも、朝廷に服従せず抵抗してきた北方にいた蝦夷に睨みを利かせるためだったと考えられています。大吉、大吉でございます。参拝の途中一息つきたい時には御手洗池にある一休さんの一口いちご、そして参道出てすぐにある天太郎さんの大判焼きがおすすめです。美味しいですね。